いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は鉄人ルキウス・セネカということでお話します。鉄人ルキウス・セネカといってもどんな人なんでしょうね。まあ哲学者ですね。ストイックという言葉がね、まあなんかこうこのセネカさんの、語源というかね、というまあいろいろね諸説ありますけども、ストイック、ストハートストイックということですね。紀元前1年なのでもう2020年かな、それぐらい前の人なんですけども、そのね2000年も超えてもね、なんかそのストイックということで、まあ、まだ支持されてるというかね、まだまだその、語り継がれるというか、まあ、いろんなことがあったんでしょうけども、まあ、非常にねこの学ぶところは多いと思います。特に健康長寿の秘訣というのが気になりますね。セネカは健康長寿に関するとても参考になる、ね、名言を残しているんですね。多忙に追われる者たちは不意に近づく老年に驚くと。彼らは、容易も防備もしないまま突然老年に落ちる。生涯をかけて学ぶべきはよく生き、よく死ぬことだ。で、まあこう難しいというかね、もっと簡単に言ってくれよって感じなんですけども、要するにこう節制ですよね。節度ある行動とかね、生活をすると長生きできるよってことを言ってるんですけども、なかなかね、それがね体得できるっていうかね、分かっちゃいるけどやめられないっていうかね、そんなことがあります。で、人生の短さについてっていうのを抜粋で、まあ、こういったさらに続くんですけども、我々の人生は短いのではなく、我々はそれを反比消して短くしているのだと。消費しちゃってるとね、反消して反比してって言ってね、まあ無駄遣いして短くしているのだと。例えばね、莫大な財産でも持ち主がダメなら瞬く間に分散してしまうが、良い管理者が持てば倍にもなる。我々の人生の使い方を知れば長いのだ。で、まあ、そしてね、セネカさんはその実例を次のように列挙しています。悪い例としては叫びたりとか、怠け癖、欲情の虜とか、利得の夢に劣るとか、他人に利用される、将棋、球技に熱中する、大勢の子分を囲まれ自由を失う。で、良い例というのは時間はすべて、自分自身で使う、無意安感に暇を過ごさず、他人に包丁に合わさず、情欲を離れ徳を愛好し実践する。要は自分が、ね、価値がある、ね、ことを、ね、続けることが長寿なんですよね。で、まあ、ストーハーと、ね、ストイックな教育休息の活用というのがあって、休息ってどんな活用かっていう、まあ、例がいろいろありますけども、要はね、その休息の中で、そのまたこう時間をね無駄に過ごさず、次のねつながることをやりなさいということで、まあそのセネカさん若い時に大病して10年もねかかったんですけども、その時にね、まあその友人がね、大変だねと、この時代、この青春のこの時に何もできなくてとかって言っても、でそのセネカさんがこう回答したんですよね。私はね、青春に台無しにしてると思ってないと。学校を収める良い機会が得られたと思っていると。で、それで読書に等しいんだと。で、数千冊を読破して、その哲学書としてのなんか一途をね、築いたんですよね。だから読書ってすごいですよね。だからそういった機会で、例えば、なんていうかな、いろんな暇になることありますよね。蟄居されたりとか、まあ、なんていうかな、牢獄に入れられたりとか。よく引退してとかってありますけど、でもその時間になんかこう読書をずっと続けていくと、まあ、行動に結びつくんですよね。なので、まあ、なんていうかな、時間を見つけてね、いろんなことにこう読書をしたりとか、情報を得ることをずっと続けていくと、まあ、いろんなね、なんか考え方がこう自分の中で発酵して、こう表に出てきてね、価値をね、なんかこう作れるようになっていくと思うんですよね。なので、まあ、ストイックという言葉はいいんですけども、それを、ね、うまく、ね、自分の中で取り入れてこう活用するというのが大事だと思うんですよね。考え方というのはすぐに、ね、自分の中で、ね、あなたの中でその身につくものではないので、繰り返し反芻して考える、機会を、ね、作ることが大事だと思います。常に、ね、肉体と、まあ、精神、感情の進化を、ね、実践して、それを、ね、まあ、いろんな人にこうシェアする、そんなことが2000年も残る一つの秘訣なのかもしれません。まあ、それは、ね、2000年経っても、ね、自分の考えが残ってずっと続くことがすごく長寿だと思うんですよね。
まあ、自分の肉体を滅んでも考え方はずっと残っていく、こんな言い方が大事だと私は思います。ということで今回は、鉄人ルキウス・セネカということでお話ししました。ありがとうございました。